こんにちは、タケです。最年長実況ゲーマーのタケです。では早速いきますね。宝具も手に入れたんで、次に行く形ですね。いや、行きます。まあ、レレ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 
イネさんに挨拶とお父さんに挨拶しましょうか。あれ、イネさんおれへん。あれ、とりあえずあれか、遅かった。ここじゃねえよ。イネさん後で挨拶しましょう。とりあえず、あ、ちょこ、そこじゃない、そこじゃないって。だから、どこ見るの？おい。賃貸人ちょっと行かなあかんもんな。大きいを見つけたから、どういう内容なんやろ。もう、あれやな。昨日なんか酔っ払いに絡まれたからリベンジしたいな。宝鏡はどこにあるんだ？いや、あれも、ゲットしたけど。ゲットしましたよ。ゲットいたしました。一応、マッチもらっとくかな。もらっときましょう。ゲットしときましょう。今度行こう。イネさん、ちょっと挨拶だけ。イネさん。とやかく申しまイネせんが、どさん、ちや。リョウさん、なるべく早ああ、そっちくか。帰って帰っきててきくてくだださい。い。なるべくそうするよ。オッそれじゃあ、ケー。イネさん。はい。とりあえず、そうやな。福さんおんのかな？福さんと喋ってから。あ、奥さん。あ、道場か。道場っすね。いつも小挨拶遣いあいいりですがとうごか、あざいなまたは。す。小遣いありがとう。OK。庭。よいしょ。奥さん、お手合わせお願いします。福さん、りょうさん、なるべく早く帰ってきああ、てくだそさっいちね。か。ああ。お手合わせできへんの？お手合わせ。お手合わせできませんか。何、行きましょうか。電話し、第6、そこ行った方がいいんかな。まあでも電話した方がいいよね。さっきに。あ、電話番号。電話こっちゃったよな。電話しよう。うちから電話しましょう。よいしょ。賃貸人に電話を。あ、違う違う、違うがな。OK。 賃貸人に電話しましょう。もしもし、母なる地。九つの竜。あ、間違えた。あ、間違えた。ここの竜じゃなかった。間違えた。
もう一回やり直し。もう一回やり直しですね。全然間違ってるよ。ここは次はあっちか。ゼロ。もう一回かよ。ゼロ、四、六、八。あ、間違えた。やり直し、やり直し。OK。もう一回、ショー、ゼロ。あかん、ちょっとなんか、夜中やからなんか、頭ボケてるわ。6は。で、8。8、6、1、1、1、で、5、5か。5、6、4。OK。ああ、なるほど。どっちや。もしもし。はい。父なる天。父なる天。父なる天は9つの竜。9つの竜。母なる地。母なる地。我が友。我が友。第8倉庫だ。賃貸人をお願いします。失礼ですが、そちらは、葉月と言います。お待ちください。お。何の用だ。ああ、うん、鏡が見つかった。親父に伝えておく。あ、第8倉庫に来い。わかった。了解です。じゃあ、第8倉庫行きましょうか。第8倉庫。ってことは、もう一回ドブ板行った方がいいな。ドブ板ゴー。時間がな。ドブ板でゴー。ドブイタゴーゴー、ドブイタゴーゴー、ドブイタゴーゴーゴー、ドブイタゴー。あ、ちょっとあれやな、ラピスで占っちゃいましょうか。結構高いけどな。ラピスで運命、幸運の鍵、幸運の鍵いきましょうか。あのお困りのようですね。まあこもってないけど、では占いましょうか。一回300円になりますが。占います。はい。お願いします。運命の糸。何を占いましょう。幸運の鍵かな。幸運の鍵をお願いします。では、幸運の鍵ですね。見えてきました。何ですか。父なる天。お。九つの竜。竜。我が友。なんでしてんの。我が友。なんでしてんの。竜。竜。ち。竜。竜。合言葉。心当たりがあるのでは。そうですか。なあ、こっちか。他にも何か占いますか。いや、いいです。いえ、もう結構です。そうですか。では困った時はまたお立ち寄りください。ええ、じゃあまた。まあ困ってないけど。ピーン。俺どっちや。 OK。 大橋倉庫行きましょう。大橋倉庫ダッシュダッシュ大橋倉庫。てん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 。あ、そっか、向こう行ってんな。大橋倉庫。お、あれクリスマスや。サンタのおじさんが。すいません、メリークリスマス。サンタのおじさんがおるぞ。あ、お兄さん。うん。パーティーには花や間のブーケをどうぞ。おおおお。了解です。あ、サンタさんも出てんな。ぜひご来店を。そうなんや、サンタさんおってんな。
覚えてねえ。いえ、いいです。サンタさんもおったんやな。覚えてねえ。相田さんにちょっと挨拶しましょうか。店長。いやあ、葉月くんか。最近お店は。まあそれなりだね。相田さんのとこもお孫さんがよくやってるみたいだけど。あ、スマイリーか。花屋は若い女の子じゃなきゃダメかって徳さんとぼやいてたとこさ。そうですか。あ、そっか、こっちスマイリーやから、あれか、あっちが行った方がいいんかな。スマイリー、こっちスマイリーやったな。スマイリー、スマイリー、こっちかね。おばさんにちょっとしゃべろう。原崎。原崎。葉月くん、いつでも相談して。はい、わかった。もう原崎のもう声聞くだけで俺は幸せです。すいません。おや、あの、葉月さんとこのですね、リョウです。リョウです。リョウです。そうだったね。のぞみたらよく聞いてるよ。そうですか。終わりか。終わりっすか。まあ、とりあえず行こう。大陸倉庫だ。大陸倉庫じゃん。大橋倉庫やんけ。じゃあ行きまーす。やっぱクリスマスの時期やからあれか。行きましょう。ダーシュダーシュ。ジングルベース鈴が鳴る。OK。大橋倉庫に行きましょう。これ30分。あと45分か。45分。ちょっと待たなあかんな。待ちましょう。待ちましょう。ちなみにこっち行ったらなんかあんのかな。あっち行かれんのか。こっちは行けないよ。こっちはどこまで行ける？あ、ここまでか。基本行かれんね。見えてるけど行けないという。まあちょっと、バス来るまで待ちましょうかね。多分これ平日やから。1時かな。とりあえず待っときましょうか。すごい、でもここ通りいいよな。ガンガンなんか通ってんねんけど。これ通ってますな。そろそろバスが来る頃かな。網浜町へ行きましょう。ん？遅れ気味。普通、結構バスって遅れるんかな。お、来た来た来た。ちゃんと来るな、バス。バス来ますね、ちゃんと。ね、行きましょう。網浜町へゴー。大橋倉庫に行きます。今日はちょっと雨ですね。雨っすね。行きましょう。大橋倉庫ゴーゴーゴー。第8倉庫へゴー。ブクブクーン、よいしょ。9倉庫へ。お、なんかおっちゃんゴール。あ、このおっちゃんあれか。お主は？はいはいはい。おー、いや
この辺じゃ、このおっちゃんあれやね、懐かしい、土下座の方から来ました。もう言ったもんないで言わないけど懐かしい。この港は広いからの、せいぜい迷子にならんよな、うん、このおっちゃんは結構ポイントなんで、まあ、言ったらダメなんで言わんときますけど思んないもんね。あお、トーム久しぶりだね、トーム。トム、はい、相変わらず元気そうだな。元気そうだね。Every time, powerful, ね。Powerful, ね。困ったことあったら、何でもトムに相談するね。ありがとうございます。Yeah. Hey, Rio! どうだい、調子は。Very fine, ね。Rio! あー、食べたい。ちょっとお腹すいてきた。いや、また今度にするよ。旧倉庫、ここやったかな。もう一個向こうかな。倉庫街。こっちやったかな、こっちやな、確か。多分行けるはずやで。声かけて。あの、第八倉庫に行きたいんですが、陳大臣と会う約束をしてるんです。名前は、葉月と言います。葉月と言います。はい、伺っております。ああ、こんなん入れたね。お通りください。はい、ありがとうございます。おお、旧倉庫街。どこやったかな、第八倉庫はどこでしたっけ。第四、あ、第八倉庫、あ、こっちやね。第八倉庫です。陳大臣、これが宝橋、これです。まさしく幻の宝橋、効果6石って綺麗ね。乱帝はなぜ竜橋だけを、多分知らなかったね。父上が鏡を2枚とも持っていたとは知らなかったのだろう。うん、2枚の鏡、かつて修験達が私に語ってくれた、竜と鳳凰が出会いし時、天と地の扉が開かれ、雌雄が大地によみがえるという。雌雄、雌雄、この世のすべてを、雌雄もんのあれか、雌雄もんやもんな。中国の伝説の怪物だ。へえ。断定は2枚の鏡を使って何かをやろうとしている、うん、ゲットさせたらあかんってことね。一体何を。それは私にもわからん。しかしその鏡は手放してはならん、うん、気づかれぬよう注意しなさい。見つかったらお前の命はないということだ。おお、やばい。おけー、おお、来た。さあ、あ、取られたじゃん。鏡2枚、断定様喜ぶ。しょう。そうか、ハツキ、そのボタンを押せ。あ、やれた。これで俺様も自由もんか。やられた。くそ、やられたな。ゲットさせたかいの。男性様喜ぶ。しょ、そうか、ハツキ、そのボタンを押せ。オッケー、オッケー。よう割れんかったな。覚えてろ。バレちゃいましたね。助かりました。よう割れんかったな。マッドエンジェルスの手先でしょうか。マッドエンジェルス、俺たちと対立関係にある組織だ。薄汚い連中さ。あれは雌雄門の息のかかったものだろう。雌雄門だって。雌雄門とマッドエンジェルスはつながってるんか。なるほどね。おそらく彼らが乱帝を手引きしたのだろう。なるほど。じゃあマッドエンジェルスを探れば乱帝にも。いや、奴はもうここにはいないだろう。うーん、乱帝はどこへ。
中国だな。おそらくすでに。あ、香港か。あ、さっき香港やもんな。香港行ってか中国。香港っすか。香港に行かせてください。何かな。行かせてください。香港。香港へ。行ってどうする。乱帝を見つけ出す。そしてやめろ。お前では乱帝には勝てない。まあ勝てないよな。なんだと。やめなさい。まじゃ勝てないよ。俺は親父の敵を討ちたいんだ。ご立派なことだな。お前。だがお前に勝ち目はない。ちゃんと修行しなあかんよ。勝ち目。どうするんだ。もし目の前でこの人が殺されても黙っているのか。その通り。お願いします。香港へ。悪いが協力はできない。行くぞ、貴将。待ってください、陳大臣。命を。まあ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 、そういう言われるわな、そらな。どう考えても、あえてお父さんを倒したやつやねんから、普通にとは勝たれへんよね。自由門ですか。いい表情してるな。乱帝は香港に向かったらしい。香港。あ、もう寝る時間っすか。意外になんか早かったな。何もやってないけど、まあ、とりあえずそしたら、最年長実況ゲーマーの竹でした。